はい、みなさんこんにちは、りなです。どこです。エリティブログです。今日はまあ私は9年日本に住んでるけど、未だに困ってることとかをちょっと洗い出しましたので。ありますか、未だに困ること？ありますよ、意外とありました。もう10年ですよ、10年ですよ。8年ですけど。もう小学生 2,3 年生レベルですよ、日本で生まれてたら。はい、最近の漢字クイズは見たかわからないですけど、いま、うん、だに困ってることありました。漢字が書けない。意外といろいろありました。10年近く日本に住んでもまだ困ることとか、まだ日本の慣れない文化とか、はい、なんでこうなってんの日本とかね。やっぱりドイツが恋しくて忘れられない。恋しくて忘れられないと言っても、ドイツに23年住みましたよ、うん、日本は8年。3分の1ぐらいしか日本に住んでないから、はい、1つ目は、うん、食事についてなんですけど、私は日本食大好きです。動画見てれば分かりますけど、日本食いっぱい食べてます。しかも、はい、いい日本食をいっぱい食べてます。なんか文句ありますか、日本食に？あります。何ですか？なんで日本人があんなにネバネバするものとか、うん、ゼリー系の食べ物がなんでそんなに多いのって。ネバネバ系ね、とろろとか、うん、納豆、うん、オクラ、うん、もずくすとこ、もずくす、なめことか、ね、イカの塩辛とか。あ、それも、うん、外国人がネバネバが慣れてないとか、自分の食文化にない、うん、日本に来て好きになったっていう外国人もいるんだけど、はいはい、私はそうでもない。納豆はダメですか？タカにあげる。もずくすが出たらタカが食べる。全部食べますね。ゼリー自体も日本にありすぎると思いますよ。デパ地下に行ったら、いろんなこうスイーツ売ってるお店とかあるよ。あるね、どのお店でも必ずゼリー売ってるよ。お中元とかさ、お歳暮とかでゼリーのパック送るじゃん。なんも高級でもないし、ただただのこうゼラチンのふるっとしたちょっとだけのフルーツの味が入ってるもの。うん、もしかすると夏が暑いからさっぱり食べれるゼリーを好むっていうのはあるかもしれないね。いや、だったらでもかき氷のがあるから、うん、しかもゼリーってそんなめちゃくちゃ美味しいっていうものでもないじゃん。でしょ？だって基本味ないもんね。ね、で味ないから食べれるんじゃないの？いや、食感が嫌だもん。あー、食感がね。この普通のフルーツゼリーだけじゃなくて、コーヒーゼリーとかも食べないし、うん、ゼラチン系の食べ物もあるから。ところてんとかもあるよね。そうそう、あ、ところてん食べるね。食べれない、ところてん。あ、ところてんも、あとは、くず。あ、くずね、くず餅。じゃあ、わらび餅もあんま好きじゃない。わらび餅も好きじゃない。あんな美味しいのに。信じられますか。なんか旅館とかでさ、最初一口のさ、ちっちゃいお皿に入ってくる、ちょっとゼリー系のものとかあるよね。そう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 。野菜。美味しい料理なのに、なんでそれにゼリーを加える必要があるの？味もないし。俺はこのゼリーで育ってきたから、違和感はないんだけどね。日本人の感覚からすると、さっぱり美味しいって感じ。他になんか日本食でさ、全然食べれないものってあるの？なんか臭いものとか。ああ。何？スルメ。うん、ちょっと臭すぎるっていう。あれはネバネバでもゼリー状でもないよね。でもこれ面白いのは、レナのママはスルメ大好きなのよ。それぐらい？でも、はい、ゼリー。ちくわとか、かまぼことか。ネバネバとかに入るのかな？変な不自然な魚の味はする。魚肉ソーセージとかも。はいはい。あんな美味しいのね。魚肉ソーセージは多分、生まれ育ってないと好きじゃないと思うよ。しかもドイツ人からすると、ソーセージ、本物のソーセージがさ、もう国を代表する食べ物だよね。なんで魚をすりつぶしてソーセージみたいにするのみたいになっちゃうよね。確かに。じゃあ日本食か。ただの 2% ぐらいは好きじゃない。98% は大好きだよ。ね。はい。次のテーマは、うん、日本人の本音と建前に未だに慣れてないという。出ました。前より全然慣れてると思いますよ。仕事の面とさ、プライベートの面ってちょっと違うじゃん、本音と建前の。仕事はもう慣れてきたんじゃない、ある程度。いや、そこも失敗することがある。あ、そうなの？なんか失敗談とかあんの？具体例はないけど、うん、会社一人じゃなくて、うん、ビジネスパートナーがいるから、うんうん、そうだね。私はこれ本当にこの人がそう思ってるのかなって悩んでる時に、うん、ちょっとビジネスパートナーと相談して、うん、私たちは同じことを、なるほどね、読み取ったかどうか。なるほど。相談することは普通にある。難しいんですよ。その世界的に見ても日本とドイツって本当に両極端なんだよね。そう、もう言った言葉を言ったまま理解するっていうのがドイツ人。もうこれトップクラスにドイツ人高い。日本人は言ったことのまま理解せずに言わないことを読み取って理解するっていう、これ日本人逆にトップクラス。こことここにいるから、まあ本
本音と建前はね、本当難しいよね。え、日本人でも難しいでしょ。日本人でも多分読み違える時はある。じゃあなんでストレートで言わないの。ミスコミュニケーションを避けるために思ってる通りに言った方がいいんじゃないの。効率的なコミュニケーションを考えれば、はい、思ったことを思った通り言って、言われたことを言われた通り受け取って、うん、それの上で何かを行動するっていうのが一番いいよ。でも日本人は平和が第一です。なんで全てを言わないんだろうね。傷つけたくない、自分も傷つきたくない。そうそうそう。でも結局さ、読み取るからさ、分かるじゃない。例えばさ、今度飲みに行こうよって誘うとするじゃない。で、もしドイツ人だったら、で、行きたくないとしたら、はい、二人があるよ。日本人の友達がいるんだけど、うん、アメリカで生まれ育ったから日本人、ゴリゴリ日本人じゃないから、うん、彼氏がライブをやるから、うん、一緒に行ってみないみたいな感じで誘ってくれたけど、日本人だったら、いやーちょっと都合が合わなくてとか言うんじゃないですか。言うね。私はなんと答えたと思う。そのライブに興味ないから私は行かないよって、はい、ドストレート直球。相手も日本人だけどアメリカで育ってるから、まあでもそうだね。ちょっと傷つくね。そう。例えば飲みに行こうよって俺が誘ってさ、はい、あなたのこと興味ないから、まあ私行かないよ。それはない。さすがに。さすがに。でも本当に興味がない人からだったらさ、どうやって答える？あ、いいよって言って、その後は無視するとか。一番やばいやつじゃん。それは日本スタイルでもなければドイツスタイルでもないよ、多分。でも日本人だったら、はい、あ、いいね、今度ぜひ行こうよって言っといて、で、その後は無視するでしょ。いや、無視しない、無視しない。で、そうするとさ、話が進むじゃん、次に。来週の土曜日どうって聞かれるじゃん。あ、ちょっと来週の土曜日ちょっと友達と予定があってごめん、無理だわ。で、この手やり取りを2回ぐらいやると、こいつ行きたくないんだなって読み取るじゃん。これが本音と建前のさ、すごい難しいところじゃん。でもこれが分かんないと、レナは多分一生誘ってくるじゃん。そしたら俺は無視するけどね。まあビジネスにおいてもプライベートにおいても、うん、タカはでも割とストレートだね。俺はめちゃくちゃストレートだと思う。ドイツ人の中で言ったら普通かもしれないし、ちょっと控えめかもしれないけど、私はよく傷つきますよ。嘘ついてますよ。でもレナはレナで日本っぽい。傷ついてるの。俺傷ついてるよ。傷ついてるよ。タカが言わないタイプだけど。それはなんか日本人っぽいかもね。それも困る。まあ日本人だったら分かるんだけどね。なんか表情とかさ、なんか間の取り方とかさ、はい、声のトーンとかで、なんか今言っちゃいけないこと言ったなみたいなのが分かるのよ、相手。私分かんないかも。分かんない。本音と建前まだ分かっておりませんでした。無理だと。でもレナのコミュニケーションスタイルはどうなんだろうね。めちゃめちゃストレートに言うタイプではないのかな。いや、結構ストレート言うタイプだよ。じゃあ俺が大変ってことだね。まあ日本人の中でもいろいろいるからね。俺みたいにストレートな人と、本当にディープに何も伝えてくれない人と。ストレートに言った方が早いじゃん、話が。そう。パンパンパンで終わるじゃん。そっちの方がいいし、レナが何か困ってたり、何か不満に思ってたこと、何か言ってくれれば、そのまま分かるし。考えることを必要じゃなくなるから、ね。タカが考えてないと。レナが全部言うからね。簡単な単純な女なんですよ。もう一つ、未だに慣れてないところなんですけど、うん、仕事関係で、うん、残業が多い。で、私は自営業で、まあ、たくさん働いてるっていうのが、私にはいいとして、うん、私の不満は、うん、ミンタカが働きすぎてるよ。そうですか？ Yes。なんか毎日月曜日から金曜日、うん、朝からもう夜遅くまで、あの会社の仕事を頑張ってやってる。そうだね。平日に一緒になんか時間が、うん、ほとんどないでしょ。夜ぐらいかな。寝る時間もちょっと違うからね。レナちょっと早いから寝る時間が。そうそうそう。タカが夜に編集したり、そうだね、筋トレしたりいろいろしたりするから、これ文句を言う動画じゃなかったよね。これ何だったっけタイトル。レナが9年住んでも未だに困ってることでしょ。俺の文句動画になってますけど。私の困ってってることが全部タカ関係です。日本人が働きすぎてるから、あのワークライフバランスがよく理解してないよっていう、うん、まあでもそれはレナにも一応原因はあって、レナが社長、俺部下でしょ。だから俺サラリーマンとして働いてる時と、レナの部下として働いてる時があるじゃないですか。サラリーマンとしての仕事はまあ1日8時間からまあ10時間ぐらい。ただその後にレナ社長の仕事が落ちてきますので、ブラック社長ですよ。ブラック社長じゃない。ブラック社長なので編集をやらなければいけない、うん、サムネイルを作らないメールを作らなければいけない、動画アップロードしなければいけない、レナに I love you と言わなければいけない。それやってないこれ。まあだからいろんなやることがあって、なかなかね、何の話だったっけ。残業が多いって話だったっけ。そう、ワークライフバランス。ワークライフバランスね。まあでもそれは難しいよね、なかなかね。難しいよね。はい。ドイツだったら残業しない。私のパパだったら早くから仕事をするから6時に帰ってくる、うん、でそこから夜までママと一緒に時間を過ごす。うん、それが欲しい。
どうすれば解決できますか？でもやりたいことはいっぱいあるから。仕事やりたいでしょ？ YouTube もやりたい。ドイツ語の勉強もしたい。英語の勉強もしたい。筋トレもしたい。スノーボードもやりたい。レナに I love you も言いたい。レナに優しいことも言いたい。これはなんか8と9だから。そう。8番目、9番目で優先順位。でもワークライフバランスはね、これ永遠のテーマですよ。レナここ10年じゃん、日本に住んでる。もう20年前、30年前はもっとひどかったから。ワークバランスだったから。今本当に大企業を中心、今中小企業もそうだけど、ワークライフバランスの改善を図ろうって言って、会社の中でも残業しないようにしようねとか、残業したらちゃんと休もうねとかっていうのを大改革起きてるからね。ドイツ人は1年に25日の休みがあるとしたら、その年が始まる前に、全部5月に1週間休む、夏になると2週間休む、全員の社員がそれをプランニングして、いつ休むか決まってるから、みんながその25日間を使えます。なるほどね。そこは違うかもしれないね。日本人はあまりプランニングする人はいないね。多く取っても2日とか。ゴールデンウィークちょっと長くするとか。そう。だからその有給の使い方っていう意味では、まだまだ日本は改善の余地はあるかもね。前と比べたら、有給消化率も多分上がってる。会社としても、年間この日数は絶対取りなさいよ。取らないと、あなたの評価が下がりますよ。っていう制度が入ってるから。タカは、今年でどれぐらい休んだの？今年有給まあまあ取ってるよ。ドイツ行ったら。ああまあ、結婚式があったから。結婚式も行って、バリも行ったでしょ。はい。だから俺に関して言えば、多分20日ぐらいは取ってるよ。年がほぼ終わってるよ。もうちょっと休んでもいいんじゃない？まあ年末にまたドーンと取ればいいね。私いないよ。そう、いないから。いないから、ドーンと取って一人で合流。いた。もう残業の考え方とかね、働き方については未だに慣れてないってことですね。慣れてない。まあ慣れてないというか、自分はいいけど。自分はいいけど。自分がめちゃめちゃ仕事してる、ほとんど休んでない。ドイツ人の中で言ったら、トップクラスに働いてるかもしれないよ。そうだね。人のこと言えないよ。日本人を働きすぎと言えないんじゃないですか。言えません。社長もだいぶ働いてますよ。言えません。日本人化してきてんじゃない？そう、やばいよ。次のテーマも、ちょっとだけ仕事関係あるかもしれないけど、電車です。混んでる電車に未だに慣れてない。東京に行く時とか、名古屋のラッシュアワーでも電車を使う時に、毎回思うんですけど。まあでも俺はずっと最近リモートで働いてるから、もう電車に乗る機会がほとんどない。プライベートでも乗らないじゃん、もうなかなか。お坊ちゃまなので。なんで自分の車で行くか。まあ車持ってる人はさ、車で行くじゃん。タクシーで行くか。まあでもまたね、東京に暮らすこともあるかもしれないし、ね、ちなみにドイツは満員電車っていうのは全くないの？そんな混んでない。本当に混んでるのがコンサートが終わってたら、その電車とか。なるほどね。これ私のスペースみたいな。なるほど。日本人だったら私のスペースって。そう。次は未だに慣れてないのが、まあ今快適な秋になりましたけど、最近涼しいね。日本の夏暑いよね。夏はね。名古屋の夏暑いよね。名古屋の夏はサウナです。夏派の割に40度と 100% の湿気はさすがに私でも耐えられない。ね、俺でも耐えられないもん。いや、高は2015度が熱いって言ってた。高はドイツの夏でも熱いって言ってた。なかなかドイツで経験できないよね、あの湿気っていうのはね。ない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 。今年とかはドイツの夏も40度とかあった日があったけど。ニュースになってたね。なってた。エアコンがないからすごい困ってる。そうなんですよ、皆さん。これすごいことで、ドイツって暖房しかないんだよね。窓開けとけば涼しいから。そう、夏でも冷房はないんですよ、はい、日本の夏は好きだけど嫌い。冬よりいい。そんな嫌なんですか、日本の。日本の冬は何もいいことがない。何もいいことがないは言い過ぎやろ。綺麗な雪が降らないくせに寒い。家の中が暖かくならない。ドイツは冬が外がちゃんと寒くて、こう綺麗に雪が落ちてきて、すごい綺麗な景色になる、でも私は家の中にいると、その景色を見ながら暖かい。セントラルヒーティングがあるからね、ドイツは。だから今は秋だけど、もうその冬が近いというのが見えてきてるから、もうやだ。まあでも秋と春は最高だからね、日本の。秋と春は最高。飯うまいでしょ？飯うまいでしょ？飯うまいでしょ？それだけ？外歩いててもめちゃくちゃ気持ちいいからね。で、春は桜でしょ？はい。だから見た目綺麗、天候最高、食べ物うまい。こんないい国ない。イエス。な。最後なんですけど、未だに慣れてないことは地震です。地震がある時にタカがこうスパッと立ってドア開けて、ガスをオープンにして、なんかすごいこう分かるって感じ。私は何か分かる？
何も役に立たないよ。こういう人が死んでいきますよ、災害で。実際の地震があった時もそうなんですけど、なんか違う原因で揺れたりすることがあるでしょ。こう電車が通りますとか、ああトラックが通った、ね、トラックが通ったとか、うん、私はああ地震です。まあ確かにね、ドイツには地震がないからね。怖いよね、それはね。日本人でも怖いもん。震度2とかだったらいいけど、3とか4になるとさすがに怖い。生まれた時から何回も経験してるけど、やっぱ怖いもんね。あと怖いのはさ、携帯がさ鳴るじゃん。あの音ってさ、すごいこう恐怖感は煽るよね。ただ僕は人生の中で大地震って経験したことないのよ。怖いよね、東海大地震とか来たら。イエス。東京に住んでた時の方は地震だいぶ多かったよね。東京の時多かったね。3年東京に住んでた時に、今と比べて 2,3 倍ぐらい地震が多かった気がする、うん、日本にさ地震があるってことは知ってたの？いや、それは知ってた。あ、知ってた。その上で日本に来たの？そう。だから最初にその6週間東京に行った時に地震なかった、なかったか気づいてなかったか。鈍感ですからね。あー揺れてるな、夢かな。で、大阪に留学した時に2回地震ありました。うん、1回は寝ました。寝ました。気づいてない。やっぱ鈍感ですね。幸せ者ですね。で、次の日はみんな地震ありましたね。え、地震ありましたの？だレナのお母さんも心配してるからね。日本で地震のあるとさ、まあ世界的にニュースになるじゃない。そうそう、だいたいレナに連絡来るもんね。大丈夫って。ここじゃないよって。まあだから海外の人からしたら不安だよね、それはね。あれを見ちゃうとね、津波とかね。名古屋大丈夫でしょうか、津波。まあマンションだから、マンションで高い水没することはない。まあ地震はね、いつまでたっても怖いね。そうそう、あのそんなに怖くないけど、台風突入するやつがないから。直撃ね。突入ってなんか家に突入してくるみたいな。台風突入って言わないよ。確かに今年は台風ね、名古屋直撃あんまないね。ない。ちょっとだけ迷惑って感じはする、うん、電車とかバスも止まるしね。はい、はい、そっか。だからドイツはそう思うとさ、地震もなければ台風もなければサイクロン、竜巻もないでしょ。なんもないじゃん、災害。何がある？逆にお水がある。お水がたくさん。川の氾濫とかフラッド。そう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 、それぐらい。それぐらい幸せな国だよ。なんかドイツのが安全だね。そうだよ。だから未だに慣れてないってことね。8年9年経っても地震は特に。日本人が子供の時からこれをやりましょうとか、うん、学校でいろんなトレーニングとかあるでしょ。私はそれを習った方がいいかもしれない、うん、小学校はもう一回やり直した方がいいかもしれない。そういうパニックの時こそさ出るじゃん。ちゃんと理解して染み込んでないと行動できないじゃん。パニックパニックになるだけじゃん。だけだからやっぱ小学校の時の災害訓練って大事なんだね。何のためにやってんだと思ってたけど、大人になったら分かるわ。はい、大事だ。はい、他にはもうないですか？でも小さな不満とかがあったりするかもしれない。私に。まあそれもある。この動画のタイトルもう一回もう一回読み直してもらって。はい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 。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。